リセット。囚われの全身整形。これも、これも、お前と一緒に全部捨ててやる。よして、やめてよ。うるせえ。ざまあないな、レイナ。いい加減自分は顔だけの女って気づけよ。だいたいこれから劣化するだけの性悪アラサー女なんざ何の価値もねえんだよ。顔に傷をつけたわね。待って、どこで間違えたの？どこから始めたらいいの？どこでやり直せるの？もう引き返せないの？巻き戻して時間を。調子はどう、ルイちゃん？別に普通よ。毎日ちゃんと寝てる？食事は取れてる、ルイちゃん？ねえ、気安くルイちゃんって呼ぶのやめてくれる？ニーナ先生、私もあなたと同じドクターなんだけど。あら、ごめんなさい。ルイちゃんって年下だし、つい可愛くって。キサラギが余計な心配して精神科医のあなたをあてがったんでしょうけど、私には不要よ。そうかしら。あなたは例のリセットプログラムのドクター、それと同時にマスターとしても関わろうとしている。あなたは不安なのね。ちゃんとあなたのクラン家が見つかるか、そのクラン家があなたの願い通りの人になるのか。私は何？仕事だ、ルイ。今行くわ。今のはキサラギね。邪魔が入ったわね。私にはこのケアの方が邪魔よ。知ってるんでしょ、私のこと。なんだかずるいわ。キサラギもあなたも私をよく知っているのに、私はあなたたちのことを何も知らないなんて。あら、じゃあ一つプライベートを教えましょうか。え、キサラギは私の元彼なの。お待たせ。ご機嫌だな。カウンセリングは聞いたか？ねえ、なんでニーナ先生と別れたの？いい女じゃない、彼女。気さくだし、グラマータイプじゃないけど色っぽいし。それ以上言うな、あの女。あ、そっか、振られたんだ、キサラギ。かわいそう。余計なお世話だ。どうしてそうなる？余計なのはそっちでしょ。私はメンタルケアなんていらない。俺は君の後継人でもある。君に何かあればそれは俺の責任にもなる。子供扱いしないでよ。ところで今回のクラン家だが、少しばかり厄介かもしれん。何？整形するのが難しい外見とか？いや、むしろ整形させるのが難しい人物だ。そうよ、知ってる。私にはまだチャンスがある。だから何度も言ってるじゃない。私は夫を殺してない。彼は借金苦でしたのよ。だがね、ご主人が亡くなる直前、君と言い争う声を聞いたという通報があるんだよ。私が離婚を訴えて口論になっただけよ。それだけで殺人の証拠になるもんですか。もう何も言うことはないわ。帰る。それは無理よ。あなたにはもう帰る場所はない。あなたはもう死んだのよ、レイナさん。死んだ？夫の手により君は殺されたことになっている。なんでそんなこと。そもそも今の君は輝かしいモデルではなく、
夫の借金を背負った殺人容疑の女だ。それを回避できただけでも幸運だと思うがいい。ふざけないで、勝手に決めないでよ。私はこの顔一つでのし上がってきたのよ。私はまだやり直せる。なのに私はもう価値がないっていうの？そうよ。だからあなたの顔を価値のある顔にリセットしてみない？リセット？我々はリセットプログラムというプロジェクトを政府のもと極秘裏に執行できる特別機関のものだ。この計画には亡くなった人物クランケとその人物を蘇らせたいマスターが関わる。クランケとなる者は罪を犯し、この世から消えても影響のない者が整形手術により本人になり代わりマスターと共生する。君はその被験者クランケに選ばれた。君の外見は変わるが人生をリセットできる。ぜひ引き受けてほしい。リセットしたらいくらくれるの？それは私の顔をなくすならそれなりの対価をもらわないと。クラン家になる代わりにお金をちょうだい。私だけが自由に使える、一生楽に暮らせるほどのお金をね。いいだろう。君は金持ちになると約束しよう。ほらやっぱりこんな時でも。じゃあ引き受けてあげる。最後に笑うのは私。手術は少し長丁場になるから我慢してね、レイナさん。整形は顔だけじゃないの？うん、そう。顔だけ変えてもなかなか他の人物ってなれないものよ。じゃあまず全身麻酔するね。ねえ、気づかなかったの？ん？何が？私が美しさを失ってもお金さえあればまた整形で美しくなれることに。あなたが失うのは美しさじゃないわ、さよ。え、今なんて。じゃあバイバイ、レイナさん。